大宗寺は、東京都新宿区新宿二丁目にある浄土宗の寺院である。三号は霞関山、陰号は本学院。本尊は阿弥陀如来。寺伝によれば、慶長元年頃に、宗、大宗が開いた草案、大宗案が前身である。寛永六年、安亡国勝山藩主であった内藤正勝の葬儀を行ったことを契機に、内藤氏との縁が深まり、 漢文8年に正勝の長男重頼から、寺地の寄進を受け、大層王解散として、大層寺が創建された。陰号は、正勝の法名を廃している。元禄四年、内藤氏は、品野国高藤藩へ移法されたが、大層寺はその後も高藤藩内藤氏の菩提寺として、歴代藩主や一族の墓地が置かれた。内藤氏の墓地は、約三百坪の広大なものであったが、 昭和27年から行われた区画整理で縮小された5代目、当主、正勝など3期の墓石が現存する。かつては境内北側に水が湧いており、蟹川につながる池があったが、昭和25年3月、境内北側は都市計画公園として新宿区に移管され、新宿区立新宿公園となっている。公園になった際に池は埋め立てられたが、 その後も池跡から水が湧き出ており、水系施設が作られている。昭和27年に、大宗寺とその周辺で本格的な区画整理が行われ、寺の北側に花園通りが東西に通り、西側に新たに作られた街路に合わせて、寺の敷地の形も変更され、新宿通りに面していた入り口も一本北側の不動通りまで下がった。境内には、 江戸に入る六本の街道の入り口にそれぞれ安置された地蔵菩薩像の第三番がある。また、この寺には、円魔像、脱絵ヴ像が安置されており、江戸時代から庶民に信仰されてきた。現在も、毎年7月15日16日の縁日に誤回避されている。他に、新宿山の手七福神の一つである、ホテ尊村像、真っ白に塩を被った姿が、 特徴の、塩かけ地蔵などがある、銅像地蔵菩薩座像円王殿、ありがとうございます。